お父さん、動物園連れてきてくれてありがとう。キリンさんすごかった。待って、ケっていう生き物がいるよ。お父さん、ケって何？オスとメスがいるんだって。これ人間じゃないの？ねえユスー、ユスー、ユスー、何気になる？何がですか？これ あんまなんないっすよ。作ってきたの。紙芝居？うん、ユスがね。僕が？ユスが作ってきたんだけど。作ってないっすよ。見たい？見たくないです。みんな見たくないよ。なんで作ったんすか？ねえ、見てよ、見て。なんでですか？見て、なんで見るんすか？楽しいから。絶対楽しいですか？だってユースが作ったんだよ。じゃあ見ますよ。じゃあ分かったよ。じゃあ立って。はい。なんで僕が移動しなきゃいけないんすか？見たくない。では、始めまーす。たんちゃこちゃん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 。オオカミと七匹の小ヤギ。わかりました。見ますって。じゃんじゃん。怖っ。昔々あるところに優しいお母さんヤギと七匹の子ヤギが住んでいました。なんでヤギバフメットなんすか？似てるね。怖いっすって。似てるね。これ悪魔住まいしか使わないから、このヤギ。似てるね。何が？何の話してます？僕悪魔の話してますけど。お母さんの子供似てるなって思った。いやもうお話だけ やれよ。ある日のこと、お母さんヤギが言いました。お前たち、お母さんは4時で出かけてくるから、ちゃんとお留守番をしているのですよ。怖いですけどね。おっぱいある。いや、そのだから、感想とかいらないですよ。話だけやってます。ダダン。はい。さて、しばらくすると俺が見えてないよ、ちょっと。あ、メンゴス。メンゴス。しばらくすると、オオカミがやってきて、玄関の戸を叩いて言いました。かわいいオオカミ。坊やたち、開けておくれ。お母さんだよ。狼怖いね、こっちの方が怖いでしょ今。ずっと狼かわいそうですって。なんかかわいいじゃん。じゃじゃーん、生贄じゃん。なんだよこれ。で、怖い。小ヤギたちが言いました。あ、嘘だい、お母さんはそんなガラガラ食いじゃないやい。いや、このままじでこの写真怖いな。狼怖いね。怖いっす。はい。何怖いっすって。これが本当の紙芝居。悪魔でしょ。は？悪魔だったでしょ。そう、なんかうまいこと言ったみたいになってますけど。神芝居。悪魔だって。悪魔を神と思ってる。神。悪魔崇拝。悪魔崇拝だ。悪魔崇拝。じゃん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 。何なんだよそれ。じゃん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 。ねえ、ユースはさ、人生において大事にしてるものってあるの？タイミングと瞬発力。おお。なんだよ。大事でしょ、タイミングと瞬発力。ユース。じゃあさ。何だったんすか今のは。だって怖い。誰がいるんですか？悪魔崇拝者じゃん。怖いって。はい、ユースは最近ハマってるものとか。喉からくなっちゃった。喉鼻違う。何ユースは最近ハマっているものってあるの？格闘技ハマってます。おー、何がですか？私最近ハマってるよ、ユースの格闘技。格闘技にハマってるんですか？格闘技ハマってる。奇跡的に同じものにハマってるんだ。うん、見せてあげようか。やる側なんですか？僕は見る側でハマってました。何が面白いんだよ。え、じゃあやっちゃおうかな。え、見せてくれるんですか？見たい。え、それは見たいっす。で、私のはそんじょそこらのじゃなくて、珍しい格闘技をやってるんだ。動物相手にするんです。は？キリンがいるでしょ。やってる人います。やってます。武井壮が全く同じこと、全く同じの武井壮がやってます。キリンがいるの。ちょっと武井壮すぎるって今。ねえ、キリンがいるのやってますよ。キリンってさ、足すごい長いじゃん。首でしょ、どちらかというと。でも足も長いよ。足も長いけど首で有名なんすよ、あいつは。で、あ、ちょっと正面熱くなっちゃうね、キリンね。じゃあここにいる体なの。降りていただいて。なんで。ちょっと違うんですよ。イエス、ちゃんと想像してる。想像してるよ。え、黄色。いや、黄色でしょ、キリンは。想像してんでしょ。だからなんでステージはここなんすか。で、キリン倒すのね。僕の話を聞いてください。キリンを倒したいの。キリンを想像してるんでしょ。キリンを倒させて。すいません、折れますわ。あ、何してんの本当に。ひるんだ。ちょ、武井壮より下手ですってマジで。で、やるなら。これ棒フラもできるよ。棒フラ。棒フラちっこいでしょ。うん、汚い。汚い。ちょ、やめてくださいよマジで。ほらほら、何してんすか。
ちょ、ね、何してんの、マジで何してんだよ。怖いの、やだ。なんで泣いてんの。泣いてないよ。泣いてますって今。ユースも泣いてる。泣いてないよ。心が泣いているね。何言ってんだよ、マジで。ユースは、ユーチューバーと笑い芸人どっちが面白いと思っているの。人によるんじゃないですか。おー、何がだよ。なんで泣いてんの。本当に、あ、ほんとった。じゃあ、ユースの悪口言ってもいい。ユース、飽きた。他飲みに行こう。